4。なかなか引かないね、それ。わあ、そんなことあるのか。こんな、そういう、ちくしょう。しょうがない。麻雀牌を使ってちょっとしたゲームをしていきます。いつもは13枚でやるんだけど、今回は4枚使った。4枚麻雀。これで、はい、揃え方を勉強していきましょう。はい、揃え方、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは、はい、早速4枚麻雀始めていきたいと思います。はい、はい、じゃあまず4枚ずつ取ります。はい、よいしょ。いいですね、いい感じでバラバラですね。ではここからまずは1枚持ってきます。はい、はい、バラバラ。ここから3枚1組と、頭2枚、これを作っていきます。最初に作った人が8。はい、でまずどうしようかな、この自牌からいってみましょうか。なんで自牌から切るかというと、自牌って3枚組しかならない、コースでしか使えないので、この3枚になりづらいので、だいたい皆さん自牌から切る人が多いですね。はい、じゃあまずこれ切ります。じゃあそれ切る。お、いい感じに揃ってきた。これはどうしますか。これはまずなんか567とか789が作りたいから3ピンかな。そうだね、これね、こうすると、ね、5が来てもいい。8が来てもいい。これで3枚組できやすいですね。この形を、ビアン面と言います。ビアン面。はい。この形をね、たくさん作った方が、3枚組。3枚組のことメンツって言いますけど、このメンツになりやすいです。はい。そして、こっちにあるやつね。よいしょ。はい。これは何が来ればいいかな？ 7。そうだね。ピンズの7。チーピンが来ればいい。8、9とか、1、2。この形を、てんちゃんと言います。じゃあ、3ピン切ります。はい。ドン。全然ダメだ。じゃあまた自牌から。そうだね。この数字の範囲の方がね、さっき言ったこれ、5来たら5、6になって、メンツになりやすい。7、7、何は、3枚持ってくるしかないので、何切っちゃう。はい、お！お！ペンパイ。ペンパイとは、あと1枚来たら、上がりまーすっていう状態のことを言います。はい、これは、まあ、じゃあさっき言ったように頭をどっちかで作らないと。そうだね、頭がないね。さあどっち。こっち。はい、切りまーす。あー、これはこれどうします。これははい、こうやって頭を作って6、9って作れる。そう、なるほど。そっちの方が上がれる枚数が多くなるんだね。はい。じゃあ来て。はい。よっ、やっと両面ができた。えい。てかこれもっと簡単に上がれると思ってたんだけど、上がらないね。ちょっと上に上げよう。はい。よっ、ほっ。やっとテンパイ。これはですね、あ、こうすると、3、
この三ピンを切ると六万待ち。六万を切るとこういう形ね、三ピン待ち。でも三ピンこれも自分で2枚使ってるから六万の方が多いかな。やば。六もいっぱい引ける。なかなか引かないね、さっき。わあ、そんなことあるのかよ。こんな、こういう、ちくしょう。しょうがない。これ、あれだな。同じような感じだな。これ、きっとこうしたら、これを頭にして、うん、これで、うん、やめました。およし。これやろう。いやー、せっかく手を振ったのに。はい、これ上がりですね。はい、これ6、7、8とそうだね、9ピンの頭。はい、お見事です。じゃん、もうあれ、もう天敗。天敗めちゃくちゃいいですね。はい、こっちは、はい、これがカンちゃんというやつです。カンちゃん7、8じゃない、7、9とあって、あと8、この間ですね。ここに8が来れば、メンツになります。はい。お、あ、上がったー。お、上がりましたー。イエーイ。これは、6、7、8と、この両ピンが頭の形で上がりです。4、5の両面になりましたね。こうなると3が来ても6が来てもメンツになります。この形は残しておいた方がいいですね。これで6、7の両面ができました。テンパーになりました。どうしようかな。重装1枚なさそうだから、じゃあこうします。7層が来れば、小さが来れば上がり。おこれはのべたんという形ですね。こっちを切る、そうだね、2を切ると 4、 あ、こう、こういう形ですね。4が来てもいいし、7が来てもいい。こっちの方が待ちが多い。そうだね、待ちが多いですね。うわー、お、これは難しいですね。これちなみにこうして、こうして、これを切るとこういう形になります。うーん、3と6か、まあ、さっきの7か。けど6が2つ持ってるから待ちはそんな少ないと思うから、6を切ります。これで同じような形、のべたんの形。ひ、こっちに変えてみようかな。はい、つまー、上がりました。これは5、6、7と4万数万が頭の形、上がりです。お、見てください、見てください。よっ、上がりはなかったですね。そういうときはですね、まず1、9、この端にかかってる範囲はメンツになりづらいです。これ2持ってきてもペンチャーになっちゃって、3しか待ちがない。1がメンツに なりづらいので、1ピンから切るのがおすすめです。はい、じゃあ1ピンから切ります。はい、はい、この両面を切ると数三待ち。ただこうしてですね、3を切ると
これは暗黒コーツから頭になって三座待ち、三三座に受けることもできます。これで暴力の両面ができましたね。この形を残しましょう。パーピン切ります。はい、これですね、よくあります。同じ牌は全部で、4枚しかないので、この町だと7が残り3枚、ただ両面になるとこれ6、9、それぞれ4枚ずつだ、8枚も町ができるんですね。ということはさっきの短期よりもこの3枚を頭に使ってこうした方がたくさん上がり枚数があります。はい、おお、天杯、これはローソーを受ければ通知ピン待ちってやつですね。はい、じゃあローソー切ります。はい、はい、あーけどこれだと、お、そうだね、今までなかったパターン、今までなかったね、これは。はい、この2個ずつのやつ、これだとウーソーが来ると、ウーソーが来てこっちが頭になります。ウーピンが来るとウーピンがあんこメンツになって、ウーソーが頭になる。どっち来ても上がりです。ただこれもね、枚数がさっき言った4枚ずつしかないんですよ。まあ2枚が消えてるから、これで、残り2枚、上がり枚数は最大でも4枚。ただこうしてさっきのね、こっちのスッチーピンに受けると4ピンが4枚、チーピンも4枚、計8枚あることになるので、枚数はこっちの方が上がり枚数は多いです。さあどうしますか。ウッピンを切ります。はい、来ました。おー、やっと上がった。やった。はい、これで6、7、8、そして3が2枚、これは頭ですね、揃いました。